こんにちはデジカムチ,チャンネルです今日の話題にするのはこちらフ,ジフィルムの XH2 です、えっと、先に XH2S というのが7月にも発売されているんですがこの機種がそちらとともにダブルフラッグシップという形で2つの機種が並ぶというそういうラインナップになっていきます。その違いいを言いますと XH2S の方は最大で秒間40コマのブラックアウトフリーの連写ができて、画素数は約2616万画素でした。それに対してこちらの XH2 は4020万画素の XTRANS CMOS5HR センサーという異なるものを搭載してまして、連写速度 XH2S の方が40コマ秒フル画素でというのに対してこちらは 1.25倍のクロップをかけて、かつ電子シャッターの状態で最大20コマ秒、えー。フル画素でメカシャッターの場合には15コマ秒というようなスペックになってきます。ということで、それぞれの2機種の積み分けとしては、高速性の XH2S、それからこちらは高解像タイプの XH2 という積み分けになってきますね。 このスピード系と高解像度モデルっていうのをそれぞれ用意するっていうのはデジタル一眼レフの黎明期から、まあ、よくあったラインナップでそれぞれの使い方に特化するモデルというところで非常に自然な流れだと思いますでは外観を早速見ていきたいんですけども外観ボディデザインは XH2S と全く同じということでこの直線基調なデザインでそしてこう機能的なグリップの形状というところになっています まあパッと見てわかるのはここに S のマークがあるかないかというところですね。操作部の配置としては、天面はこんなところで、まあ、パッと印象的だったのが C ポジションが7まであるというのはすごいですよね。それからこちらに情報表示のパネルがあってというところになっています。で、背面ですけど、えっ、ー、と背面、こちらバリアングル式のモニターがついていて、えー、この 非常にあるとありがたい、この AF セレクター、ジョイスティックタイプのもの、というのも備わっているというような形になっておりますね。はい。そして、記録メディアスロットを見ていきますと、CF Express Type-B、それから SD のスロットがそれぞれ一つずつあります。バッテリーは底面に入ってます。 そして底面にはバッテリーグリップ用の端子もここにありまして、側面の端子を見ていきますと、こちらに HDMI、このフルサイズの端子があって、マイク 3.5mm 端子がマイクとヘッドホンがそれぞれあります。一番下に USB のマークが書いてあって、USB Type-C ですね。こちらはデータ転送とそれから充電、給電にも使えるということですね。 で、反対側、メモリーカードスロットの上のところにリモート端子が備わっております。そしてカメラの前面を見ますと、レンズを外しますが、このように、ここにシンクロ端子があって、これがレンズ着脱ボタンです。それからボタンがここに2つあるという配置ですね。そして、このファインダーの側面のところ、これはファインダーの表示モードの切り替えと、情報パネルのバックライトをつける ライトマークのボタンがありますそして、このモードダイヤルは、えー、プッシュプッシュでロックの、えー、オンオフというスタイルになっています。これは、あのロック、いる人いらない人それぞれ好きなように使えますからいいですよね。そして、バリアングルモニターをひっくり返すと、この皮脂肪がちょっとあるという仕立てになっています。 このストラップ穴がヒロヒロタイプになっているというのも最近この動画撮影時の配慮ということでまた注目されているのですが、この機種もそういう形になっていますね。そして EVF はファインダー倍率0.8倍、ドット数を576万ドット、120fps 対応ということになっています。覗いてみますけども、メガネをかけている状態でも周辺まで結構 えー、曲することなく見られるので、なかなかいい接眼光学系をつけているなという印象があります。ファインダーはカメラの角を決めますので、非常にこういうところは大事かなと思います。えー、では、シャッター音を聞いてみたいと思います。まずはメカシャッターで、125分の1秒。結構優しい感じですよね。 それでは1 1000分の115分の1結構静かで優しい感じですよねでは連写にしてみましょうかえっとメカシャッターで一番速い秒15コマいってみます かなりさすが迫力が出ますね。ちょっと羽の動き見ましょうか。迫力があっていいですね。ではですね、電子シャッターの方も聞いてみたいと思います。電子シャッターに切り替えるには。 カメラ内のメニュー画面からシャッター方式、今メカニカルシャッターになっていますけども、ここを ES とついているもの、電子シャッターもしくはメカプラス電子という形にします。で、電子シャッターの中でも、電子先膜を使うものと電子シャッターのみというもので最速シャッタースピードが変わります。今見えるでしょうか。電子シャッターのみの最速シャッタースピード。 これ1万万千分分ののじゃないです。秒もうちょっとよくわからないですけどはい面白いスペックだと思いますではこの電子シャッターで、えー、電子音のシャッター音が鳴る状態でじゃ連写で聞いてみましょうか割とメ,メカっぽいというか機械っぽい電子音ですね今のが秒15コマ 電のでした、えー、と次が20コマですねこれが、えー、とこのモデルで一番速い連車になると思うんですけどもこんな感じですねそして AF 機能なんですけどもこの XH2 も先に発売された XH2S スピードモデルの XH2S と同様にディープラーニング技術による被写体検出 AF が入っています どういうものが検出できるかというと動物、鳥、車、車、車バイク、自転車飛行機、電車を検出できると言われていますね。でこの AF の予測アルゴリズム自体も XH2S 用に新規開発されたものが踏襲されているということでそのスピードモデルである XH2S と同じようなその最新の AF 機能が使えるというのも特徴になりますね。 それから手ブレ補正ボディ内手ブレ補正も入っていますけども5軸で最大7段分の手ブレ補正が使えるということです。XH シリーズといいますと先代の XH1 というのがミラーレスの X シリーズで初めて手ブレ補正を搭載した機種でしたね。そんなことも思い出されるんですが今回はこの手ブレ補正のユニットの機能を使ってピクセルシフトマルチショットというのが新しく搭載されました。これも X シリーズで 初の搭載になるそうなんですけども、1回のシャッターで20枚の画像を取得して、約1億6千万画素の画像を専用ソフトを使って生成するという機能が入っています。まあ、非常にそういうハイテク機能、最新の機種に入っているようなハイテク機能が X シリーズにもどん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 ん入ってきてるということの象徴になるかなと思います。 あとはですね、えー、現状発表されている情報の中から気になるポイントというのがありまして、まあ、このあたりも今後検証したいなと思うんですけども、一つがですね、この新センサーが画素のレイアウトを最適したことで飽和を改善しているというふうになってるんですね。でそれによって従来は拡張扱いだった ISO125 が常用感度として使えるようになったということなんで、え低感度側にちょっと広がっているということで、 まあこの高解像度タイプといいますと風景だったりとかそういう緻密なものを取るときに使われることが多いんで必然的にちょっと主に使われる感度域は低い方によっていくのかなというふうに思うんですけども、まあ、そういったところでの解帳再現性がどういうふうになるのかというのはちょっと検証してみたいところですね、はい、ではこれとこの XH2 と同時に発売される レンズについてもお話をしたいと思います。まあ、もうついてるんですけども、こちらですね。XF56mm F1.2RWR というモデルです。56mm ということで、35mm 換算で 85mm 相当ということで、いわゆる 85mm の大口径レンズということになりますね。 X シリーズには2014年に 56mm の F1.2 というのがもうすでに出ています。そして覚えている方多いと思うんですけども通常のものとアポダイゼーションフィルターを入れた APD と付くものの2つが同時に登場しましてそれも非常に話題になりました。で今ここに従来モデルの 56mmF1.2 もあるんですけどもこれと見比べてみますと非常にサイズ感からして結構違うんですね。 えとこちらが新しい方で、こちらが従来なんですけども、結構新しい方が迫力があるんですよ。フィルター系で言うと、新しい方が67、で、旧モデルが 62mm ということで、結構違いがあるようになってますね。えー、スペック的に言うと、新しい方が重量が 445g、全長が 76mm というところになってますね。で、えー、このスタイリングがなかなか、個人的には注目したんですけども、カメラにつけてみますと、 このバランス感というんでしょうかボディとのサイズといいますかこのマウント部にかけてのちょっとこのくびれ感といいますかいわゆる 85mm の大口径っぽい一眼レフ時代のそんなようなスタイリングかなと思ってなかなかいい形をしているなというふうに思いましたね。で、えー、従来の 56mm と仕様が違うところとして今までのものというのはこの絞りリングの絞り値を指定する延長上にこのまま A ポジションがあったんですけども。 この新しいレンズを見ていますと、まあ、開放から持っていきますと、ここのところで一旦止まるようになっているんですね。で、A ポジションにまたいでいきたい場合は、ここの同じ色のマークがついていますけども、これを押しながら回してあげるということで、間違って A ポジションから出入りしないようになっているというところで、まあ、この辺りも2014年と今での交換レンズによくある仕様というのが変わってきたというのを感じるポイントですね。ククリックの重さも 多少違うところがありまして、えー、3分の1段絞りなのは、3分の1段刻みなのは変わらないんですけども、ちょっと少ししっとりと重さがあるような感じになっているような印象を受けますね。ねここウォーターレジスタントと書いてありますけども、防塵防滴で、えー、大抵をマイナス10度という、いわゆるプロ仕様になっていますね。かつ、フ、え、ッ、ー、素コートも施されていて、撥水防性能があるというところになっています。 はい。で、えー、スペックシートを見ますと、レンズ構成は8分13枚ということなんですが、えー、フォーカス群がレンズ8枚で構成されているということで、えー、現代の f レンズとしては非常にそのフォーカス群が重たい作りになっていると思われますね。このあたりというのは、えー、そういった、まず描写重視であるというところが、えー、エクスプロアンの時代からの富士フィルム X シリーズの非常に象徴的なところかと思っています。えー、最初に登場した1.4の シリーズがありましたけども、あちらも AF 速度というよりは、動作としては重たいレンズを動かしているんで、少しそこまで速いというわけではないんですけども、それよりも理想とするレンズの描写っていうところを狙っていくという思想があったわけです。そしてその後、小型軽量の 35mm とか F2 のものがいくつか出てきたんですけども、あちらは AF が非常にスピーディーになる、まあ、フォーカス群を軽くしてあるということだと思うんですけども、そういうキャラ分けがあったわけですね。で、このレンズはまさにその、 X シリーズの大口径単焦点という感じで重たいフォーカス群を動かして AF していくというところで、まあ、中で頑張って動いてるなというのが AF させてみると分かるんですけどもまあそうやってフジフイルムが理想としている描写というものを AF と折り合いをつけているというところがまた非常に面白いポイントかなと思います。 で、そのような形で、新しく 56mm のレンズも新バージョンが登場して、ボディとしても XH2S、XH2 と新しいダブルフラグシップが登場してと、ますますこう広がっていく X シリーズのラインナップなんですけども、まあそうした展開が今後もどのように拡大していくとか。 というところを非常に楽しみにしたいかなというところです。今後のこちらの機種の実写レビューとかもデジカメウォッチ及びデジタルカメラマガジンで随時紹介していきますのでそちらもご期待していただければと思います。というわけで今回は富士フィルム XH2 と新しい 56mmF1.2 のレンズ紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございました。